こんにちは。8月29日水曜日11時をお迎えしました。大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは、うたさん。こんにちは。お元気ですか？元気です。落語家さんみたいな、なんか着物着て。落語家ですから。あ、そうですね。はい。いやいや、お元気ですか？いや、元気で、はい。酔っ払ってます、毎日。なんで？落語会があると、必ずその後打ち上げやるんで。うん。昨日も8時から9時半までの落語会が遅かって、はい、その後サイン会やって、うん、打ち帰ったの11時半で、うん、それからうちでちょっと酒飲んじゃって、うん、寝たのが2時半ぐらいで、うん、もう今、ちょっと、絶好調です、ね。じゃあ、落語家さんって肝臓悪いんですか？はいはい、落語家さんって肝臓悪いんですか？あ、僕は肝臓数値いいですけど、うん、尿酸値と高血圧ですね。肝臓はまだ持ってるじゃないですかね。だって師匠はあれじゃないですか、はい、お酒飲まないんですよね。あ、うちの師匠は酒を飲まない。そうですよね。酒を飲まないけどタバコの吸い過ぎで81歳と11ヶ月です、はい、私は酒飲んでタバコ吸わずに82歳まで生きようと思います。はい、了解了解。で、また人生楽しみましょうの翔さん、横浜銀杯の翔さん、こんにちは。こんにちは。あれれれれれ、元気ないじゃないですか。横浜銀杯です。はい。元気ないじゃないですか。いやー、昨日地元の雑誌の誕生会があって、はい、酒飲んで、はい、でその後また姉ちゃんにいるとこ行って酒飲んで、はい、で帰ってきて寝たのが2時半ぐらいですかね。おお、はい。尿酸値がね、ちょっと高いんです。怖い色まで真似しなくてもいいです。ちょっと歌さんと同じ感じでやってみようかなと思って。いや、昨日久々に酒飲んだっすよ、モヒート。おー。ラムベースって言うんですか、全然知らないんで、カッコつけてモヒートちょうだいとか言ったら、酔っ払っちゃって、その後水割り飲み始めちゃったら、もう、わけわからないです。おー。いやー、今日金の大変でした。だって、土日で九州へ横浜銀杯でツアー行ってきたんですよ。はい、福岡の田川っていうところと、佐賀ですね、はい、佐賀に行って帰ってきて、くたくたに帰ってきたと思ったらば、その日の夜に、打ち合わせがあったんです。そう。でまた出て行って、はい、その次の日が、まあ、昨日ですね、はい、28日が、まあ、横浜銀杯のドラムを担当してる淳、っていうメンバーがいるんですよ。淳、はいはい、が8月28日誕生日 で俺地元にいる仲間がやっぱ同じ日誕生日で、はい、ダブルですよ。すげー。合同で今度合流しようかなと思ってるんですけど、一人ちょっと埼玉なんで、お面倒くさいんで、一応 LINE でおめでとうとか言いながら、なんかギャルみたいなことしてましたね、昨日は。もうだからみんな集めてやっちゃいいんですよね。そうなんですけど、結構同じ誕生日の人っているんですよね。いますよね。ね、はい、びっくりした。僕の誕生日はあんまり同じ人いないんですけどね。お何しろね、俺の周りにはね、乙女座が多いんですよ。はいはい。以前も言いませんでしたっけ、乙女会っていうのは。はいはい。そうですよね。乙女さん。乙女会ですよね。乙女会。8月の末から、9月の末ぐらいまで、はい、兄のいるのがすごいたくさんいて、おもう出費ばっかですよ。ねえ。入っちゃいましたね。いやで、翔さんの自分の誕生日に行った時は、はい、ドンとみんなからもっと取ると。違うんですよ。俺は仕切り屋なんで、自分の誕生日自分で仕切ってなんかやるじゃないですか。ライブやろうとか言って、はい、出費するじゃないですか。あと、か。で、人の時には、人の誕生会を、こう、なんだろう、黙ってられないんですね。で、こう計画するじゃないですか。はい、みんな連絡すると、あ、家にいますとか、有名な帰ってきて、いや、お前どこどこで何がしたいとかねえのかよと思うと、いや、決めてくださいって言われて、頑張っちゃう方じゃないですか。コンサートマスターとして、その日一日をコーディネートする、コーディネートは、コーディネートって感じですよ。だってさ、それで酒も飲めないのに誕生日だから飲むじゃないですか、はい、もう頭痛いじゃないですか。あ、これね、酒もタバコもやらないで83まで生きようかと思ってますこれ僕も最初振るとみんな使われちゃいそうですね、はいはい、これはね後に聞きたい人のね、ああ特権ですからねそうか、やべえ、もう本当にちょっともう止めてこなきゃいけないから、もうちょっとまた違うね、今日ゲストはいらっしゃっておりますんで。ああ、そうですね、はい、ちゃんとご紹介しておかないと、はい、どうぞ。はい、ブルームボーイズの川戸さんですね。どうも、はい、こんにちは。戸塚出身のロックンローラー川戸正和です。皆さんお元気ですか？いや、もうゆっくり、なんでそんなトーンが聞けるの？お前ぐらい上げてけよ。だから今日水曜日なんでね、うんうん、この東戸塚界隈局地的に雨が降るっていうことで、お大丈夫大丈夫、俺がいるから。そうですよね、うんうんうん、でちょっと翔さん一人と心配なんで、おうおうおう、雨を止めにやってまいりました。いやー、でも俺原付乗ってきちゃったから雨降りますよ。いやいや、昨日飲みすぎちゃって、はい、みんな酒だね参りましたもん
だからトーン低いんですよ。だって今日の夜中お前あれじゃないの、館内でまた、はい、あのインターネットテレビの番組を持ってるから、はい、今ここで一回だから酒抜かないといけないですね。お前酒抜きにゲストで来てるのか。ふざけるなよ。冷や汗と油汗か。ああ、なるほど、はい、そうなんです。でブルームーンボイスで、はい、まあ要は2人のツインボーカルで、はい、まあ、やってる、なんですかね、ゆずみたいなもんですかね。ゆずのロックンロール版みたいな。はい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 。よく出てきました、ゆずが。いやいや、違いますか。あと、あの、アハーンが発展しない。あ、クリキン、はい、クリスタルキング、クリスタル、ね、はい、あ、大ちゃんが早く曲に行けって。いや、そんなことないですよ。違います、はい、そう、もうだからね、そんなビッグな方だけど、そう、はい、あれですよ、9月のね、12日の水曜日、はい、それこそビッグなシャンシャン台風の白崎恵美さん、はい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 、がゲストで来てくれるって話になりました。ここですか。はい、じゃあもうあれですね、音楽合戦ですね。ねえ、音楽合戦です。しかもだってうちにいるのは歌助さんですからね。はいはいはい、もうそのまんま名前が音楽ですからね。歌さん、そんなに呆れないでください。いやいや、参っちゃってますね。参っちゃって。いや、僕は助ける方なんで、どちらかというとカラオケの方で。ああ、カラオケもいいですよ。はい、昨日も歌いましたからね、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。自分の曲じゃないですよ。もう、俺はその仲間のために歌ったんですよ。ハッピーバースデー、ほにゃららみたいな。ハッピーバースデー、プレジデントみたいな。じゃあ、やっぱし曲いっちゃった方がいいですね。あ、そうですか、今、ちょっと、あの、今枕でこれからオチがあるところで止められちゃいましたけど。ということで、まずはですね、横浜銀杯今年復活20周年、今度ね、戸塚で、トスカルセンター40周年、俺の還暦60周年のライブをやります。横浜銀杯の最初のアルバムの中から聴いてください。インスタントジェントルマン。はい、横浜銀杯のナンバーでインスタントジェントルマンをお届けしました。自分の曲で自分の名前を最後に呼ばれるときに翔くん最高って言ってるバカなロックンロールグループは横浜銀杯しかいないですね。どんなやつがボーカルやってるのか顔を見てみたいですね。俺だよ。ということで、この番組は、戸塚区矢部町にあるお祭り一生の販売で、100年以上続く山形屋さん、そして、ダンスを習うならここ、戸塚アナ地下1階にあるダンススタジオ、ラッパー2バッカーの前澤さんが経営する、キッズ、高齢者、障害者などのダンスの教室もやっています。ダンススタジオユニスタ、免許返納した方にサービスも充実している平戸交差点すぐそばにある車高架回転のアップル戸塚店。ヒロ君聞いてる？たまには来なきゃダメだよ。湯河原の温泉が入れ湘南しらすも食べれる朝食無料が魅力です。戸塚駅東口すぐそばにあるスーパーホテル戸塚駅東口、小林克也です。あ、似てないですね。真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそば清水公益社サバスホールさんの提供で放送させていただいております。はい、絶好調ですね今日は。いやいや、ちょっと酒が入った方がいいんですかね。あ、でも皆さん間違えてくださいね。ちゃんと抜いて今はしなくてちゃんと番組してますので、はい、ラマチャでチャチャチャということですね。はい、いただいております。さあ、ということで、翔さん、九州はどうだったんですか。いや、よかったですね。ここのとこ毎年、年1回は必ずその九州ツアーを入れるようにしてるんですよ。はいはい。で、横浜銀杯以外にも僕あのブラックバードっていうスリーピースをやってるんですけど、そこも、毎年呼んでくれるんで、まあ、月に2回は北九州っていうかその福岡佐賀だとか久留米とかあの上の方ですね、行ってるんですけど、いや、やっぱりね、僕の街というか、それからなんだろう、炭鉱があるじゃないですか。はいはいはい、ね、その今回行った田川っていうとこは、まあ筑豊の、まあ、三大炭鉱のうちの一つで、まあ、ブラックダイヤモンドっていうんですか。はいはい、まあ、そういうところで、だからまあ荒くれ者が多いわけですよね、気質として。はい、で酒は強いし、でましてやその限界などもあるわけですか。うん、だからなんかね。俺たちのロックンロールにすごい適してるっていうのかな。ライブ行ってもみんなファンの声はでかいし、もう始まったらばもう最後までよく疲れないなかっていうぐらいノリノリでした。もうやっぱし九州男児ですよね。九州男児すごいですよ、はい、本当にすごいですよ。で、なんだろう、そういうやつらに好かれるじゃないですか。俺どっちかというと、まあ、基本男ですよね。女の子にはあんまり好かれないですけど、はい、もう野郎どものパワーの熱いこと熱いこと、もちろん女性にもね、
で、まあ、田川佐賀と2カ所回ってきまして、まあ、美味しいものもたくさん食べてきたんですけど、うん、そのことは置いといて、はい、でやっぱこの FM トスカのこのラジオのね、はい、ステッカーを持ってったんですよ、はいはい、で、FM テっていうそのアプリをダウンロード、まあ、俺が持ってたステッカーからそのまま QR コードを読み取るとこの番組がそのまま全世界どこからでも聞けるっていう。じゃあ今日向こうで聞いてる方いらっしゃるかも。もちろんです、もちろんです。昨日のライブで配ってきました。はいはいはい、はいはい、そう、クワルって言えば FM 戸塚の方にステッカーどうしたらもらえるのっていう問い合わせが入ってるらしいです。俺たち言います。あ、言ってないか。まあ俺のそばに来てくれれば渡しますよ、いつも思ってますから。まあ、だからライブ会場で配ります。はい、歌さんが何かあれば歌さんの、うん、僕も持ってますよ、持ち歩いてますから。本当に持ってんの？持ってますよ。はい、はい、あと、あと生放送でだからあれですよ、ここのスタジオの目の前に来てくれたらこう配りましょう。今東戸塚のモレラスタジオ来てくれればね。ね、あと大ちゃんのお店行ってもらえる。うちのお店も、あとだからスポンサーさんのお店行って買い物したらもらえるとかね。そうですね、まあ、あのアップル行っても大丈夫ですし、山風さん行ってもステッカー全部置いてありますんで、うん、それと、まあ、でも出来やなんか物買ってって感じだね。そうですよね、物売ってもらえるっていうのはもう何だろう、車効果書いてるだから、まあ、ヒロ君のとこはヒロ君のとこは買わなくてももらえるって査定だけ言ってもらってね。そうですね。そんで FM トスカのステッカー欲しいなって言ったりすると出てくるとかね。そうですね、まあまあ俺は各あのライブ会場行ったら必ず、置いてありますんで、はい、勝手に持って帰ってもらって、みんなに配っても構わないし、はい、だから多分あの九州のやつ聞いてると思いますよ。はい、いやー俺もらい損ねたって言ってるも今いらっしゃるかもしれないですね。そうですね、まあだまあ、友達が持ってればそれをまたダウンロードというか QR コードをピッと読み取ってもらえば大丈夫ですよ、ね、もう佐賀は盛り上がりましたね。お、はがくれーとか言ってよくわけわかんないこと言われて。何ですかはがくれ。何ですかはがくれって。はがくれっていうのは、はい、まあ、その佐賀の地方にある、まあね、鍋島藩士という人、はい、どうやって生きることかみたいなことを説いたものがあって、でそれを言葉で伝えるために書いて渡すんだけど、次のやつが読んだら捨てちゃうらしいんです。燃やしたりとかして言い伝えるしかないっていう、まあ、はがくれっていうその、ね、文言があって、ね、言ってたらね、はがくれっていうのは、あの武士のことは死ぬことと見つけたりというやつじゃないですか。それがまあ有名な文言ですけど、やっぱ佐賀は佐賀の人たちの中にはそのはがくれというね、その生き方みたいなものがこう刻み込まれている部分があって、その言葉を佐賀って言ったらなんだよっていう話をしたら、普通だったらね佐賀牛とかなるわけじゃないですか、はいはいはい、ね、でそこに、はがくれみたいなことして、なんだそれやみたいな。そしたらうちのメンバーの佐賀がはがくれってよく知ってて、いやいやこういうことなんだよみたいな、ね、の話になって、まあ、その佐賀の中でのライブではハガクレという言葉がキーワードになったりとかしてるから、俺が今ハガクレって言うとすると、佐賀で聴いてる FM トスカを俺がステッカー渡してダウンロードして聴いてるやつは向こうラジオの向こうでハガクレって言ってますよ。あ、でもいいですね、ハガクレ。一応中育と、まあ、食べ物もありますけど、そういう文化に触れるっていうのも一個楽しみにあって、はい、まあ、武士道とは死ぬことと見つけたりとは言いつつも、本来の意味はそれが、例えばその戦争に行って死を選んで、それがなんか戦いのあれだとかいう話になってます。実はそうじゃなくて、もし自分の好みが、死んでしまうということになったことを想定してどう生きるかっていうことなんですよね、no. まあ、当時昔はその藩主に対しての忠誠心みたいなのがあったから多少は変わってきてると思うけど、現代的に言ったらその、死んでもなんとかっていうのっていうのは時代遅れなわけで、うん、実はその死ぬことを前提として自分をどう生きるか、どういうふうに物事を考えていくか、すごい大きなものを決めるときに、大胆に発想してそれをなんだろう、すぐにみんなにこう伝えたりとかするようなことが、大切なんだっていうふうに佐賀のみんなは心に思ってるみたいで、うん、だ言葉だけつまんじゃうとね、なんか、それこそまあ悲しい話ですけど、じゃあ特攻隊なんだとか、うん、なんとかってそう、ね、自分の身を挺して死を持って守るとかいうことを思いがちだけども、精神ですから、ね、死ぬことっていう死を自分で考えた時にどうやって生きるか、ね、生きろっていうこと、ね、いつ死ぬか分かんないから自立しちゃおうって、そういう話ですもんね。いや、そうそうそう、だから生きようっていう逆の意味です。そうですよね。だから結構感動して、
まあ、いい話だなと思いますね。すごい濃い人生皆さん送ってんでしょうね。まあまあそれはまあ一つの言い伝えですから、まあきっとそういうことをね。いや佐賀の人みんな多分やってますよ、生きてるしっかり。まあまあもちろんですよ。だから戸塚でもそういうのがね、横浜とかでもそのなんかね、音隠れとかね。でも、うん、ガードさん、はい、ロッカーっていうのも男らしいからダーっていくんですよね、しっかり。ダーっていうか、まあ、だから 今の話聞いてるとやっぱ生き様っていうことですよね、はい、その死に様じゃなくて生き様っていう、どういうふうにそのライフスタイルをこうけあの構築していくかっていうか。そうですね、ロッカーかっこいいですもんね。かっこよくなきゃダメですよね。だからまあ音楽っていうことでやっぱ一番最初にそのよく話すんですけど、ね、はい、エンターテインメントの世界ってなんかこう世の中で起きた時に一番最初こうはしょられちゃうもんなんですけど、はい、そこで俺たちこうやって歌歌ったりいろんなことしてるんだけども、うん、逆にその生き様とかがちゃんと筋が通ってないと、はい、なかなか長く続けることって難しいんじゃないかなっていう。そうですよね、はい、でね、あの僕の知ってる方が60になりまして、はいはいはい、左手でご飯を食べるって箸を持ってって方がいらっしゃったんですよ。ウェーイ、ジャスベストハンダーっていう。レフティー、そう、翔さんがそうなんで、佐賀の方ちゃんと見ててくれたんですかね。見ててくれましたよ。また佐賀でなんですこれね、結構広まってんですよ。それであの田川でライブやった後に、はい、あの福岡なんで次佐賀行くんで、ライブ終了後に車で移動したんですよ、はい、もうくたくたの中、夜中12時手前ぐらいから走り出して、まあ、1時間半ぐらいかかるんですけど、飯食ってなかったんで、はい、そんじゃちょっと途中で飯いや空いてたら食おうかってみんなで寄ったんですよ、はい、なんですか狭いですね。ファンのやつがいて、うん、そんで翔さん左手で食べるんですよねって言うんですよ。いいですね。たまたま入った店にですよ。いいですね。いて、でもね大ちゃんね、神は俺を味方するわけよ、うん、俺ねハンバーグ食ったの、ね、ハンバーグ食ったわけ。ハンバーグのレフティってなんだよって話だよ、ね、左手にファオ、右手にナイフ、切って左手で食べるわけですね、はいはいはい、これ左利きですよね。そうですね。だから飯もあの昔ね、あのそういうなんだろう、マナーとかで昔勉強、俺ちょっとあの水商売っていうかその、コックさんになりたい、はいはい、でそういうのいろいろ研究した頃に当然ご飯もフォークとナイフで、こうね、火、はい、を食うわけじゃないですか、はい、だから箸出さずに、ずっと最後まで俺、レフティー、ちょっとズルでしたけどね。いや、本当にね、これ、このラジオの線もあると思うんですよ。いや、いいじゃないですか。え、川田さん、あのね、翔、はいはい、さんが60になったから、はいはい、じゃあねっていう時に、うん、左手でこれから食べていこうと、はいはい、何やったら60になってって、こうやってっていうことで、左手で。ご飯を食べる。それでも初めて聞いたかもしれないです。割としょっちゅう一緒にいるのに。あ、そうですか。俺左手でずっと食ってるべ。うんうん。最近あんまり食わない。それで、俺でもね、ずっとこの話をしてて、反省したんですよ。はいはい。翔さんの揚げ足取ってばっかで。あ、っていうのがあった時に、はい、よくよく考えると、俺今年50だったんですよ。はい。どうしますっていうところで、じゃあ俺も、翔さん先輩だから、うん、俺も左手で食べようって言って、こ素晴らしい。今左手で食い始めてますよ、真面目に。オッケー、大臣今言っちゃいましたね。言いましたよ。これね、ファンの方みんな見てますよ、どこ行っても。いいでしょ。結構でもね、上手くなってますよ。本当ですか。だって、いやまだここ 2,3 日ですけどね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、でもみんなで左手で、はいはい、食べ始めると、はい、私もやらなきゃいけなくなる。そうそうそう、チームね。チーム FM トスカですからね。いや、まだでも、歌さんはあの何、人に見せたそば食わせなきゃいけないから。あれやっぱ左手で、左手でそば食うのは邪道ですよね。これはね、形にならなくなります。お客さんが変な感じになります。見る見せ方がダメ、ね、自分が食べて苦労するのはいいんだけど、お客さんに笑いを提供してる人間が、これやっちゃったら多分変です。たとえ左利きの人でも、うん、あの講座では箸は右手に持ちますから、うん、やばし見せなきゃいけないから、はい、お客さんに対してですよね、まあ、俺たちが始めたのは左利きにすることによって、はい、右脳左脳の使い分けだとか違うことをやってその自分の体のために、はい、刺激を与えようってことでのレフティーですから、はい、で俺はだから60になったら翔さんだから俺も60になったから先輩ばっかりやらせちゃいけないっていうんで、うん、左手で、うん食べるのと、左で俺文字書く練習してますよ。それやっぱボケ防止とかにつながる。だって先輩、はい、ボケ防止。いや、そんなことじゃない。先輩ちゃんとやってるから俺もしっかりやんなきゃと。そうなんですか。はい。だってダメじゃないですか。先輩ばっかやって笑ってるとか上げ足取って失礼ですよね。うん、もちろんもちろん。ですよね。だからなんだかだよ、お前たくらんでんな、そんな俺を持ち上げて絶対に。左手で食べると、左で文字書き始めたと。お
本当に本当ですよ。大豆、じゃあ今度俺はコーヒー飲み行ったら、まあ、全部書くと左手書いてんだな。いや、ここ1日深やってますよ。本当にじゃあコーヒーもこの左手こう入れてください。コーヒーはずいだろ。その落とし方は右でやってくんないと美味しいコーヒーが落ちないからね。そう、だからね、ロッカーかっこよくなきゃいけないからと思いまして、はいはい、あ、そういえば俺大ちゃんとこの戸塚塾をね、はい、あの俺が東北 の, あのチャリティーライブに行く前に、はい、寄ってお茶飲んでから俺出かけたじゃないですか、はい、あの日ちょうど豆引いてて、あの俺にくれたじゃないですか、はいはいはい、東北 の, そのやってる人たちに戸塚塾を飲ませてあげてって、はい、引いてくれたじゃないですか、はい、俺東北のやつにも配ってきますから、東北のやつも聞いてると思うんですけど、そのまま引いた豆のやつを全部そのスタッフ、やってる自己委員のやつに渡したの、はい、お礼のメール来ましたよ、うまかったって。あ、いやいやいや、なんかつながるんですね。じゃあもう本当にあれですね、翔、さんにライブ行くたんびにこうコーヒーまた持ってもらって。いやいやいや、それも大変じゃないですか、重いから。重たいんですよね。重たいですよ、だって普通のコーヒー豆をさ渡す量じゃないからね、大ちゃんが動すのは。ね、こんなでかいやつを3個も4個もカバンに入れてけって言うんだよ。お前運び屋じゃねえんだから途中でピーって引っかかっててさ、ね、やばいでしょ、茶色い粉があるみたいな。もう大変でしたよ。でもまあそんなね、幸せをちょっと運んだり、うん、東北でまだまだチャリティー続いてる中で、うん、ライブイベントをやってるその、ね、スタッフの人たちになんか、ね、俺たちの地元のコーヒーをなんか飲んでもらって、うん、お礼のメールとか来るとちょっと嬉しいですね、はいはい、うん、でそうだ、川田さんにもちゃんと情報共有しておかなきゃいけないんで、はいはい、ちょっとお伝えしておきますけど、はい、戸塚に翔さんの銅像を建てようかと。おーおーおお、その代わりね、ちゃんと理屈が欲しいじゃないですか、はい。あ、理由がってこと、理由は、はいはいはい、それこそね、九州の佐賀の方が戸塚に観光に来てくれたとか、はい、戸塚の店に飯食い来てくれたとか言うと、はい、なおさらみんな町中でね、はい、銅像建てやってなると思 う, そうです、ね、やっぱ茶色い粉ずっと持って歩いてもらってね。全国津々浦々コーヒーでコーヒーつなごうみたいな。いや違う、音楽でつなごうだろう。あ、まあまあそうですけど、普通はで音楽は必ず共にあるわけじゃないですか。で、戸塚が、あの宿場町なわけですから、みんな戸塚に遊びに来てくれよと。親善大使、お前はね、そうやってちゃらけて言ってるけどね、俺の構想っていうのはもっと大きくて、はいはい、ね、例えば戸塚の駅前に俺の銅像が立つ、はい、ね、どうして俺のファンはいたずら小僧ばっかだから、はい、7メーターぐらいの台座があって、はい、その上に、ま、俺の銅像が立ってるっていうのが理想なんだけど、はいはいはい、でね、こう触れないわけよ、はい、頭この野郎とかできない、はいはい、でもその台座の上に大きなボタンがあって、はい、それをポンと、はい、押すと、うん、横浜レボリューションがかかるんだよ。ああ、いいですね。どうよお前、あります、ううあります、石崎町にもありますよ、あるだろ、青江美奈さんの前に行って、そう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 、ポチッと押すと、うん、あのあああああお前な、2人でライブやってるにはあれには合わなかったですね。そうですよね、合わなかったですね。俺が今あんっていうとこちょっと早く行き着いちゃって引っ越しちゃったんですよ。正解な場所は譜面のところ、今カートに行ったところで、そういう問題じゃないんだよ。まあ、でもその銅像を建てるためには、はい、やっぱりその戸塚の町にもっともっと貢献しなきゃいけないし、そうですね、やっぱここから発信するものをね、はい、たくさんやっていかなきゃいけないなと思うんですね、うん、まずは FM 戸塚ですよ。そうですね、ここでパーソナリティやってることで、うん、なおかつこれが、神奈川のというか横浜の人たちだけじゃなく、はい、やっぱ全国で聞いてもらうための、まあ、布教活動を私してるわけですよ、はいはいはい、でまあね、チケットを持って、でも歌さんも今お忙しいじゃないですか、はい、いやいや、私はあの、どうもあのこの間うちの師匠亡くなって復興活動になっておりますけど。さすが深いですね。深くはないです、お話の復興活動で、活動、まあ、でもあそれを復興活動やることによって、きっとあの天国にいるウッドさんは、歌丸さん師匠は喜んでると思いますよ、ありがとうございます、はい、未だにだってまたちょうど24時間テレビとか、ずっと ね, ね、あの俺クソライブで忙しい中、はい、あのみんな24時間テレビ見てるじゃないですか。あ、でも俺のライブに来るやつは24時間テレビ全然関係ないやつらばっかりね。もう荒くれ者がバンバン来て、はい、でもその24時間テレビを見てる中でもやっぱり歌丸さんのことで話題に上がるし、うん、やっぱみんなね、はい、国民的ななんかちょっと大きな財産とか素晴らしい人を亡くしてしまったやつは悲しみみたいなのもあるから、みやぞん走ってる場合じゃねえぞと、もっと歌さんのことやってほしいと思いますよね。やっぱりあの銅像とかはやっぱり生前中に建てるべきですよね。もううちの師匠は目つぶってから、うちの師匠の銅像とか今考えると、どこに建てるんだとかね、資金集めどうするんだって自分自身に置き換えると大変なことなんで、それを翔さんがね、今あの自分なりに、あるいはね、大ちゃんがやっていって銅像建てようとかってなったら素晴らしい話だなと思って今びっくりしてるんですよ。発想は豊かですね、大ちゃんのね、
まあ、俺自分からは言い出しにくいですからねていうかまずなんかそのベタベタ触られるのなんですね。で7メートルなんですか。そうです、あの7メートルの台座を作れば、ええ、お見上げる感じになるじゃないですか。いやそこまで高くなくてもいやいや4メートルぐらいの6ロールちょっと多めに言うだけでまともに受けないでください。もうこんなこんな小波の話がもうすっごい波が来たぐらいのこと言いますから。あこれあのロックンローラーの基本なんであんまり大きくない。あ、わかりました。すっげえ美人がいたんだよなんて、大したことないですから。アウトどこが美人なんだお前みたいな。みたいな。そして歌さん昨日あたり TVK にも出てるしラジオにも出てるし、メジャーのところにもうちの師匠の追悼の公演がだいぶ始まってるんですよね。 それをこう各局が取材に来てくれて、あの日曜日は横浜商店街地元でやったもんですからNHK があのこれ横浜放送局が来たんですよ、はい、それと TBK と2つあ横浜版なんだなと思ってきたら NHK は全国ニュースしてしまいましたからね、はい、びっくりしました。横浜橋商店街ですよ。横浜橋商店街、はいはいはい、で歌さんも喋ってましたよね。僕がちょっとそれを、まあ、あの地元の方と一緒に打ち合わせしながら会開いたもんですから、はいはいはい、自分が出るような形になったんですけど、いや、はい、歌さん本当にもうバンバン言ってくださいよ。もう、まあはい、あと落語も俺面白かったし、ありがとうございます。もっともっとね、なんかたくさんの人に、ね、聞いてもらいたいと思う。独演から最高でしたよ本当に。おじゃあ左手で何かやらなきゃいけない。まあまあ落語ではねダメです、ね。落語じゃダメだから、じゃあ左手で投げようかな。ダメか。全然あの今野球やってないから全然意味がない。大ちゃん、はい、その TVK とかそのテレビの話になったらちょっと俺宣伝あるんですけど。あ、どうぞ。8月の30日、はい、ジェイコムのデイリーニュース、はい、横浜銀杯出ます。お生放送です。お夕方6時、はい、6時、はい、6時から6時25分の、はい、25分番組なんですけど、はい、パーソナリティが、山崎正也、はいはいはい、よく変わっててもね、ちょっとお邪魔してるんですけど、ジェイコムで横浜銀杯登場です。生で、生です。それはこのスタジオみたいにこうみんなで見に行くっていうのはできないんですか。ダメです。ダメなんですか、はい、だって海パンで喋ってますから、はい、あのテーブルの下は海パンですから夏の終わりのラブソティみたいな。だからその見に来られたらあの俺の海パン姿見られてますもちろん上はちゃんとジャケット着たりとかこう今、ね、おしゃれしてますけど、はい、テーブルの下は海パンです。山崎正也なんかウルジンでやってますから。あ、危ないですね。誰か止めてくれ。山崎正也がこの銀杯の 3人まとめてくるっていうんでビビってるんですよ今から。だからもういや大変ですよ。だからフルチンで対抗するしかないらしいですよ。いや絶対大変ですよね。ビビってますよ。8月31日デイジーニュース、もうガチガチの台本作ってもらえば絶対ダメですよね。まずニュースちゃんと読めるのかなっていう。でもあいつ結構やるんだよ。うまいですよね。うまいの、はい、もう直前までビビってて、ドキドキそろ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 してるのに始まった瞬間だから、あやつは山崎正也がなんかその天性ですよね、うん、俺たちに似たもんがありますね。あのチャラチャラしてるんだけどステージに立った瞬間にポンと切り替われる、はいはい、でも生ですよね、すごい。これ今明日の話ですか。8月30日。あ、もう明日だ。明日です。明日、あ、本当だ。今日29日だ。そうです。おお、何着ていこうかな。海パン。そしたら履いていこうかな。あ、すいません。そうなんですよ。いや珍しくですよね銀杯で。まあちょうどその戸塚でライブやるっていうこともありますし、うん、はい、まあ、戸塚 のセンター、戸塚センターが公会堂が、はい、図書館が開館40周年ということもあって、その町のその周年に合わせたライブを、横浜銀杯がやれるっていうことで、まあ、あの取り上げてくれたんですね、うん、ちょっと出ていろいろ面白い話してこようかな。昨日も飲み屋で宣伝してきましたもちろん FM トスカのステッカーも配りつつ飲み屋でね、はい、姉ちゃんに俺ジェイコム出るからよみんな見ろよジェイコム何分からないよって言われどんな店行ってんだよ。日本人じゃないでちょっと片言ですね。いやいやいや、ちょっとね、まあ、片言ジャパニーズだけよ。ああ、レフキーで食べてきましたよ、はい、いやね、9月ですもんね。あ、まだ何週間じゃないですか。いや何言ってんですか、もうあっという間ですよ。いやね、9月23日まではもう大変な範囲です。いや、じゃあ FM とつかにも来てくれてもいいのにな。え、何ですか。いや、何でもないです。銀杯さんがここにポンって来てくれたっていい。ああ、水曜日はあのダメなんですよ。
あ、そうだ、なんか言ってましたね。ランさんが川田と一緒に仕事してるんで、はいはいはい、午前中から起きたらふざけんなるるって怒られちゃって。そうですね、まあ、まあ、カートのテンションぐらいですよ、はあ、ランさんも、はいはいはい、午前中使い物にならないからなんで、ね。はあ、今日はなんかあのね、あのこの後一緒にカートと遊ぼうかみたいなのがあるんで、はい、今日いいっすか。しかもお前ライブがあるんだよな。ライブあります、あります、来月、はい、来月あの9月の銀杯のライブの1週間前、うん、週間前9月15日にですね、うんうん、横浜のあの館内にありますセブンスアベニューっていうところで、はい、ちょっとこれまた面白い企画で、横浜スタイルっていうあのタイトルで、うん、あのガイタレが来るんですよ。おうおう、テキサスから。おうおうおう、俳優さんがあのボーカリストのロッキシーロッカっていうバンドのジャパンツアーで、その横浜で の, あのツアーの一環で、うん、ちょっと川田くん対バンで入ってくれって言われたもんで。対バン、対バン、メインじゃねえのかよって言わなかったの。いやいやいや、まあ対バンですよ、まあ、あのお客さんもお迎えする、うん、なるほど、はい、で久しぶりにちょっとソロのバンドでライブやります。うる、誘われてねえけど。いやいやいや、ちゃんと枠あります。あ、そう、はい、あでも、ね、どこに飛び込んでいただいても。でもね、はい、忙しいね結構。本当ですか。この間だけどよ、あの赤レンガでソロやった時に、うん、俺の出番はねえのかよ、楽屋までそうだね、そうさん押しかけてきてですね、結局無視されましたよね。いやいや、こんだけ仲良ければ普通ね、一曲ぐらいポンってバンドのやつができるだろうと。そうです、本当練習もしてやがれないし、こいつ、はい、で、で今回もなんかこっそり横浜スタイルとか言っちゃって、はい、横浜スタイルって言ったら俺だろうって話じゃないですか。そうです、そうです。その前のライブも、はい、横浜レジェンドなんとかとか言っちゃって、横浜のレジェンドがなんでお前で俺じゃねえんだよみたいな話になって、もうちょっと喧嘩になっちゃった。それだって楽屋来てですよ、結構大部屋の楽屋で他のアーティストさんもいるところで大声で言うから、どんどん肩身が狭くなって、もう俺トイレから出れなくなっちゃって、もう本番までずっとトイレに隠れてました。でそのトイレがまた良くてですね、ちょっとシャワー室がついてですよ、で冷や汗と油汗もう一回そこで流してからで本番登りましたからね。セブンスアベニューは何時からやるんですか。4時会場で16時会場、はい、もう延々長い6バンド出るらしいんで。ああ、じゃない、はい、私はまあ最後の方です。長丁場、はい、よろしくお願いします。チケットはどこで買えるんですか。これはセブンスアベニューに問い合わせてください。はい、よろしくお願いします。横浜スタイル川田正和が出るそうです、はい、皆さん遊びに行ってあげてください。俺はその日は、左手でご飯食べてます。セブンスアベニューでご飯食べてください。もうなんか相当プレッシャーかかってんですか。いや俺はしっかりやってますからね。いやいや、全然大丈夫です、はい、いやちょっと待った、それよりも、ね、川田さんロッカーなんですかね。ロッカーですよ。喋りのプロじゃないんですよね。喋りのプロじゃないですか。音楽のプロですよね。そうです。ってことはやっぱし本当王道の曲でも聴いてもらわなきゃいけないでしょうね。ありがとうございます。この枠で川田の曲かけるんですか。じゃあ、 あの銅像で銅像7メーターの台座がある銅像のど真ん中に、あるボタンをポチッと押すと、数年後に戸塚の街で押すと流れるこの曲を、はい、ブルームーンボーイズで横浜レボリューション。はい、ブルームーンボーイズのナンバーで横浜レボリューション聞いていただきました。ブルームーンボーイズは近いうちはライブはないんですか。はい、今年は、これから今レコーディングに入る予定で、新曲をもうあの立ち上げてますんで、そのレコーディングは行って年内に発売します。そうなんですか、サッカーさん。はい、なんでその確認取るんですか。俺が言ってると嘘みたいな感じで今そうなんですか、川田さんって振りましたけど。いや、大ちゃんね、この間ね、すごいことに気づいて、はい、翔さん今年還暦じゃないですか、はいはい、でちょうど昭和を30年、はい、で平成を30年、平成って言語も30年で終わりじゃないですか、はいはい、ちょうどハーフ&ハーフで60年生きた人って超レアじゃないですか。このレアイヤー、はい、レアイヤー、レア年にやっぱ出さざるを出さなきゃいけないでしょと。そうですね。ということで今急遽バースケジューリングして、それであのCD を出すんです。今年年内発売しますよ。はい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 、ハーフ&ハーフってタイトルで、はいはいはい、タイトルは嘘ですけど半々でいいですよね。あ、でもあ、そう、面白いですね。はい、あ、なんでね、あのやっぱり形としてもう前も俺は還暦になった時言ったと思うんですけど、よく皆さん還暦になったらばその なんてことなく過ぎてったよって言うんだけど、はい、俺はやっぱ嫌なんですよ。何かを、はい、自分が生きてきた証でこのね、ちょうどもう一回折り返すつもりの120歳まで生きるぞって言った時に、あのなんか何かがやっぱ俺のものを置いておきたい、はい、まあ、それがライブであったり、カートがあのやりましょうよって言ってくれたらレコーディングであったり、はい、うん、左手でご飯食べるだったり、食べたりとかいうことで、あ、この時こうにしてたなっていうものが、なんか60時何やったかなっていう人生は嫌だなと。じゃあカートさん、はい、ロッカーかっこよくなきゃいけないですよね。そうです、生き様で。でも、はい、だってブルームーンボーイズっていうのは翔さんとカートさんなんですよね。あ、12編成なんですよ。あ、まあね、はい、はい、あのボーカルは2人です。ですよね。はい、翔さんが左手食べるんですよ。
先輩なんですよ。左手で。そう、俺も食べますよ。で、中間管理職の川田は何やってんだと。はい。今日それが言いたいわけですね。もう放送時間もあとちょっとしかないんで、放送終わって11分25秒後ぐらいに俺考えますよ。いや、だからさ、はい、川田はさ、レフティーのギタリストになればいいんだよ。わかりました。そうすると、ビートルズ並みに、はい、あ、バキンって決められるわけよ。かっこいいですね。ポール・マッカートニーみたいに。だけど、一個問題があって、はい、俺下手って決まってんじゃん。そうですね。お前上手じゃん。お前左利きになると俺たちぶつかるわけね。意味ねえじゃんっていう。X 攻撃になっちゃうんですね。ということは俺が、はい、俺が左利きになる。いや言わないよ。そうですね。俺ギターは普通に弾くからね。そうですね。ギターはいいですよ。もう本職だからね。箸ですね。はい。いや、検討しててくださいね。まあ、で今からあとね、11分30秒後ぐらい。あのね、はい、あとね、ロックンローラー時間なんか聞いちゃいけないの。ダメですね。聞いてる人たちも、あと6分しかないのとか思わしちゃいけないの。ああ、そっかそっか。ああ、楽しいなーって思ったら、あ、終わっちゃったよーっていうのを、いつまでも聞いてみる。AM 歌ってたの。ね、大ちゃん、大ちゃん、はい、人生楽しみましょうのいいとこですから、はい、これは。いつもケツが、じゃあ皆さん、さよーで終わっちゃう。生放送。なるほど、なるほど。なんか、ケツきっちりできない、できない。本当にね、最後、ドキドキしてくるんですよね。そう。ウタさんがもう、俺の方見て、はい、こう、うまくまとめて、はい、さ、大事な一言言って終わりって時に、はい、それでね、と、ね、話し始めちゃうんだよね。目泳いでますから、ウタさん。そうなんですよ。いやー、まあ話変わりますけど、はい、佐賀行って、はい、呼子のイカっていう、その、すごい透明のイカを食べたんですよ。ほー。これ美味しかったですね。はあ、でこうちゃんとイカの形にしてこう切っていただいてて、で上の方を食べていって、で途中になると、よろしいですかって持ってってくると、残りをそのゲストとかそういうのとか他のこう頭とかありますよね、はい、あとこうお唐揚げに天ぷらにしてくれる。おでまたヒュッて出てきて、その柔らかくてうまいこと、いやー美味しかったですね。いいですね。それでなんかやっぱ九州っていうか、そのまあ玄海灘とかいろいろ、まああの辺とか、まあ大分もそうですけど、九州も結構あのね、海の幸が豊富じゃないですか、はい、で前回俺紹介したあの地下絵の明太子、はい、で幼稚園の地、はい、栄えるの、あ、じゃあ加えるのか、はい、で栄えるの栄って書いて地下絵ってのなんですけど、はい、福岡空港がずっと工事をしてたんですよ。でなかなかその地下への販売所を見つけるのが難しかったんですけど、はい、ある程度8割方こう整備されて、もう出てきたらすぐにもう扉っていうところまで よくなったんですね。そ、はいはい、したら地下へさんが目の前の誰も分かるところに来てるんで、もう速攻また買って帰りましたよ。明太子うまいっすよ。うまそうだな。あったかいご飯にのっけて一本食いしてますからね。で今ね大口なんちゃらっていうね、これぐらいって何センチ15センチぐらい。15センチありますね。の、やつが2本入ったやつ、買いましたから。はぁ。もうすぐ俺アップしますよ。Facebook とか、いろんなもの、Twitter に。すっごいでかいですから。すげぇ。一本食いしますよ。なんか隣に、マッチ箱とか、置かないとね、置いていただけ大きさがね。はい。分かった。そう、比較対象がある。超でかいっすよ、近い。いや、本出しましょうよ、それ。はい。全国、翔さんが巡る。ああ、いろんなもの食べましょうみたいなね。いいですよ、もう。だって佐賀前回行った時は海苔が美味しかったんです。はい。で海苔もいただいて、で今回佐賀牛しゃぶしゃぶですよ。はい。うわうまそう。でまたその板さんが銀杯好きなんですよ。おお。もう本当にで終わった後にちょっと写真とか撮って、だけど銀杯好きの板前さんは結構シャイなんですよ。ああ。最初撮ろうよって言っても、いや俺はみたいな。おでも並ぶとイエーイって言ってそんなロックンローラー好きだなみたいな。そうか、戸塚に翔さんアンテナショップって作ってもいいですね。全国のお土産をこうやってバーって乗っけてる。いやいや大変じゃないですか、そこ常設したら俺いなきゃならないじゃないですか。ボランティアで皆さんやってくれますか。いや翔さんのただね、なんてパネルっつの、それただね、全国に行ってることによってなんかその少しでもね、その戸塚の街を宣伝したいし、なんかこうつながりもしたいし、まただから向こうにもちゃんと恩恵が行くじゃないですか。そうですね、うん、でいろんな奴らがその俺の行ったとこ行ってもらったりだとか、でも地元にしてみれば当たり前のことで、ね、あと好き嫌いがあるから、まあ、どうなのかなと思うこともちょっとあるんですよね、うん、まあ、ロックローラー勢いで言ってますけど、近い普通だよってね、副作用がいいよとか、うん、なんとかいいよって、まあ、人の好みありますけど、うん、俺はねびっくりしたの。翔さんがうまいってものはうまいっていう、俺がうまいってものはうまいんだよ、うん、そう、はい、
よね。その透明のイカは、はい、こっちにはないわけですよね。ないです。その呼子っていう呼子町、福岡の、呼子町っていうところなんですね。そこ、まあ、でよく取れる。うん、で、まあ、玄界灘のそのところの、まあ、荒波じゃないですか。まあ、でも沖の方で、まあ、イカと釣ってるんでしょうけど、やっぱ新鮮で取れたてをすぐに調理するっていう形が、まあ、場所が近いんでできてるっていうことで、だから普通に食っていう時にこうやって動いてますから。それ醤油つけて食べるんですよね。そうです、そうです。イカ痛いでしょうね、傷口。あ、でもそれはしょうがないですよね。あの痛覚ないですから、うん、魚たちはないですから。皆さんよくバタバタバタってやってるのは痛いよ痛いよじゃなくて、そういうことじゃないんで、あまり気にしなくて大丈夫です、no. でも召し上がる時にね、気持ちとしてはね、いただきますと。昔はダンスナイト歌いながら食べてます。やっぱりね、命をいただきましたと。あれだけど吸盤がくっついてきませんでした、うん、下に。新鮮なやつはますね。はいはい。何しろね、呼子のイカっていうのはね、まあ、イカは足なのか手なのかって話なんだけど、手がでかいらしいよ。はいはい。太いですね、毛が。はいはいはい。あとね、見てんだよね、こっち。おぉ。ガン飛ばしてる。イカの目って、なんかね、なんだろう、よくあるでしょ、その、どこに行っても見られてるっていうような絵があるじゃない。イカって、で外れてても見てんだよね。もうまぶたがないから、はい、相当つわもののあの突っ張りくんですね。であれなんだろう、血液じゃないよね、あの、はい、赤くなるじゃんか、はいはい、ね、でお亡くなりになると白くなるんです、はい、透明になるんです、はい、その前まではやっぱりその赤いそのなんだろう、肝みたいなやつを血管のようにひょひょって動いてよく見ると、はいはいはい、ピタピタピタってで静かになると真っ透明ですよ、はい、でも刺激を与えるとまたその赤い血流のようなやつがピュアって出てきて、いやー、根性を見せてるんですよ。根性を見せてる。嬉しかったっすね。ぜひ、なんかチャンスあって、赤いっていうのが今僕まだ分かんなかったですね。赤いんです。ピンクじゃないですか、例えば茹でたらピンクになる色素みたいなのあるじゃないですか、うん、イカっていうのは新鮮ならばなるほど透明なんですよ、白くなったらもうそれはもう時間が経っちゃってるんですよ、うん、透明のうちに食べろっていう、はい、でもその透明の時には流れてるそのなんかあるんですよ。これ佐賀駅、長崎本線佐賀駅の、はい、から10分ぐらい歩いたところの結構もう徒歩で行けるところの万歳という、はい、一粒百千万の万に、1歳2歳 の簡単な方ね、で、英語の表記もありますし、まあまあ、ローマ字で万歳、ひらがなで万歳とも書きますし、万歳と書いて万歳というお店があるんですけど、そこで食べました。佐賀牛もおいしいです。いや、そしてファンの方がもしも行ったとしたら、いや翔さんがラジオで喋ってたからさっていう一言言って行ってもらいたいですよね。っていうか多分聞いてると思いました、このマスターは。おう、俺がラジオやってるって思います。いや、そしてまたファンのお客さんが、はいはい、そうするとまたどんどんまあね、聞いてもらったら、まあそこはそのわざわざそのためにやっぱ荒れたりとかすると、海が荒れたりすると入ってこないらしいんですよ。それをなんかいろんなルートを使って食わせたいと思ってくれて持ってきてくれたみたいで、本当ありがたかったですね。いや、そして張さんのファン熱い人がいっぱいいるけど、やっぱりね、行動しなきゃダメですよね。そうですね、アクションですね。アクションしないとね、はい、山形屋さんに ちゃんと何ハッピー帰ったとか、はいはい、またはじゃあ俺と張さんがまた変わってまいるのかな、分かんないけど、左手でご飯食べ始めたって言ったらファンの人も真似しなきゃね。そこはどうでもいいと思うんですけどね。いや、川田さんも入ってました、ね、あれ、まだ時間になってないでしょ。終わってからいやでもファンの人も一緒にね、ちょっと共有してほしいじゃないですか、そういうの。そうなんです、うん、でも、まあ、俺たちもいろんなことを考えても、そのね、せっかくこの歌さんと大ちゃんと私たち知り合うところ FM ラジオやってるわけですけど、今度銀杯が戸塚公会堂でやるじゃないですか、何度も言いますけど、その時に片山さん、モネのマスター、大ちゃんモネのマスターとしても一応協力してくれて、ぜひロビー遊びに来てほしいと思うんですけど、小ブレンドに続いてランブレンド、タクブレンドって作ろうかと今思ってて、でみんなメンバーの好みを聞いてそれをブレンドしてもらおうと思って、なんと今回はね、ジャックブレンド、おこれかっこよくない？かっこいいね。リードギタージャックって言うんですけど、はい、ジャックブレンドってかっこいいよね。いいな。俺ライブで言ったんですよ、はい、この戸塚でライブやる時には地元のマスターが作ってくれて、はい、アツシブレンド、はいはい、タクブレンド、ランブレンド、ショーブレンド作ってジャックブレンドってなった時にジャックブレンドかっこいいなみたいな感じになってファンのやつにみんな持ってかれちゃいそうじゃん。しかも多分ちょっとあれですよ、ワインのフレーバーが、そう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 、なんかね、ジャックはね酸味の強いね、やっぱ、はい、高価なところ、高い
とこのやつを混ぜてほしいみたいなこと、はい、生意気なこと言いやがってその楽しみ方もあるんですよ、はいはい、マカロンもね、はい、あと俺とカートマサカロンとショーマカロンあったじゃん、はいはい、それをまた豊田さんに頼んだら、はいはい、あのランマカロン、タクマカロンってなって、はい、また俺書いたんだよ。書いたんですか。はい、またね変な顔になっちゃってもうバンドメンバーに見せたら、あーこれかよって言われます。メンバーからクレーム、そんなマカロンも作った。メンバーからクレームはまだいいですけどね、スポンサーからクレーム入っちゃいけないんで。そうですね、うん、クレジット言わなきゃいけないかもしれないですね。早速行かなきゃいけない。あと1分しかないですよ。さあ、この放送は車高架買取のアップル戸塚店、ね、平戸町交差点すぐそばにあります。それから、湯河原の温泉が早い湘南しらすも食べれる、戸塚駅東口すぐそばにあるスーパーホテル戸塚駅東口、うん、それから江南中央駅すぐそばにあります365日24時間対応の、清水公益社サバスホールさん、そしてダンスを習うならここラッパーのツーバッカー前澤さんが経営する、ダンススタジオユニスタ、そしてから今何度も言ってますが、お祭り衣装、旅、作業着、安全靴などの販売で100年以上続く山形愛用品店さんの提供で放送させていただきました。ここに行けばステッカーももらえるよですね。またスタジオの本店皆さん来てくれたらね、はい、ステッカープレゼントしますね。そうですね、生放送中来てください。俺の声が下のモレラパークに響いてるようです。そうですね、川田さん今日も忙しいところどうもありがとうございました。いえいえ、すみません、楽しんでいただきました。また遊びに来ます。ありがとうございました。ちゃんとね酒抜いてきてくれない、はい、困るよね。いや、あと11秒ぐらいですけど検討しといてくださいね。左手で食べるの。いやいや、だから終わってっていうところで大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうでした。また来週まで、バイバーイ。バイバーイ。さよなら。